桜井市の大神神社では愛好家が丹精込めて育て奉納した菊の花が今見頃を迎えています。大神神社祈祷殿の前などには県内の愛好家10人が奉納した菊が展示されています。白や黄、紫の3本立て大菊などがそれぞれに美しさを競っています。中でも大菊は形も整っていて愛好家が丹精込めて育てたことがうかがえます。このほか岩を山に見立て菊を這わせた盆栽花壇もあり、水墨画のような美しさが参拝者の注目を集めていました。今日は午後から秋晴れとなり、七五三参りの祈祷に訪れた家族連れなどが華やかな菊の前で記念撮影をする姿も見られました。大神神社の奉納菊花展は今月15日まで行われています。